お集まりの皆様、本日は三宮日比田神社節分追加祭に大勢の皆様方お集まりいただきまして誠にありがとうございます。これより12時の豆まき宝まき神事を執り行います。なお豆まき宝まき神事は3回に分けて行う予定でございます。前の方には小さいお子さん、また障害を持った方もいらっしゃいますので、絶対に押し合わないようにご協力をお願い申し上げます。なお主催者の判断で危険だと感じた場合には停止をすることもございますので、何卒ご協力のほどお願い申し上げます。それでは第1班でお名前をお呼びいたしました皆様方、どうぞ神楽殿特設舞台にお上がりください。それでは12時の会には特別奉仕者の方がいらっしゃいますので、ご紹介をさせていただきます。高田川部屋親方、高田川勝美様です。そして、山梨県甲府市出身、龍電関です。それから地元大磯出身、湘南の海桃太郎関です。それから石川県出身、輝き関です。3人とも関取として、ご活躍でございます。それからもう毎年何十年になるんでしょうか、歌手の平浩二さんお越しいただきました。それから地元の落語家で三遊亭雄吉師匠です。それでは先導を前総代の深瀬克美様にお願いいたします。よろしくお願いします。堀川里、堀川里、桑内、桑内、堀川里、堀川里、桑内、桑内。それではお願いいたします。なるべく下手投げで、上手投げの前には大きな放物線を巻くようにお願いいたします。堀川里、堀川里、桑内、桑内、堀川里、堀川里、桑内、クワウチ、クワウチ、お庭外、お庭外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 。クワウチ、クワウチ、投げます。それでは第1回目の方、気をつけてお下がりの上、進行方向を進みいただいて、名古屋の会場の方にお進みください。第2回目のご奉仕の方のお名前をお呼びいたします。